はい、どうも哲学とです。今回はセットアイテムのね、解説動画シリーズということで、今回ねご紹介するのは、ダッシュスキルを発動した後ね、火力が上がるグルームガイドの、褒美セットというね、セットをご紹介していきたいなと思います。まずね、セットの効果の方、ちょっとね、ご紹介していこうかなと思うんですけども、こちらのセットですね、グルームガイドの褒美セットという形になっていて、2セット効果で、ダッシュスキルの使用後の3秒にわたり与えるダメージが 15% 増加してくれるという形になってて、まあダッシュスキルってそもそも何なのかという話なんですけども、ダッシュスキルはですね、こちらのスキルの方を見たときに、疾走というね、マークがついているもの、この疾走っていうものがついているものが、まずダッシュの、スキルになってくるので、疾走がついているスキルを発動した後、まあ今だと、この瞬撃を発動した時に発動するっていうのが1点と、あとですね、たまにレジェンダリーの効果で、まあ前方にダッシュしとかっていうような形で、ダッシュってついてるものが、あるんですけど、まあこういうね、レジェンダリー効果を乗せると、まあそのね、スキルも、ダッシュスキルとして扱われるような形になるので、なのでね、ダッシュ系のスキルを、ダッシュ系のレジェンダリーをつけることによってもね、まあこの疾走がついた状態に、スキルを変えることができますので、まあこういうのでも発動できるという感じですね。まあ、一見ダッシュ、疾走スキルじゃないように見えて疾走が、ついてるスキルとか、あとね、まあレジェンダリー効果でダッシュがついてるけど、まあ、実際はね、グルームガイド、発動しないものなんかもあるので、なのでね、見分け方としては、まあ、例えば今、爆裂症が、ダッシュスキルになってるんですけど、これね、まあ、例えばこう、発動した時にですね、この上のところにちょっと短いんですけども、グルームガイドが、発動してるかどうかっていうのもメーターが出てくるので、まあ、ここを見るとね、まあ、そのスキルが、グルームガイドの、いうところのダッシュスキルになってるかどうかっていうことの判定ができますので、なのでね、そこで、まあ、まず、左上のところで、そもそも発動しているのかっていうのを、確認してもらうといいかなと思います。まあ、疾走スキルはね、どのクラスにも、存在している、形になるんですけども、まあ、基本はそうですね、近接のビルドでよく、使われる、セットアイテムという形になってきて、まあ、2セット効果で、まあ、ダッシュスキルの使用後の3秒間にわたって与えるダメージが 15% 増加。そして4セット効果で、ダッシュスキルの、使用後3秒にあたり、クリティカルヒット率が 22.5% 上昇すると、いう形になるので、まあ、4セット効果までは結構よく使うかなと思います。そしてですね、6セット効果として、ダッシュスキルの終了時に、恐怖の波を放って、5545のダメージを与え、付近の敵を恐怖で3秒間逃走させると。恐怖の波が発動するのは敵が付近にいる、時のみで40秒に1回しか発動できないという形になってますので、これで、ね、ダッシュスキルが終わった時に、発動してくれるものになるんですけど、まあ、ちょっとしばらくね、まあ、フィールド狩り、してみようかなって感じなんですけど、そうですね、こんな感じで、ダッシュスキル発動させると、発動してくれるという感じで、で、まあ、逃走は結構、まあ、使いどころが難しくて、PVE とかだとね、どっちかというと、こう、敵が寄ってきてくれた方が、いいかなっていう時が多いので、6セット発動させちゃうと、敵が、なんていうかな、むしろ、遠くに散ってしまってね、戦いにくくなったりとかっていう時もあるので、まあ、恐怖を、の使いどころってなかなか難しいところがあるんですけども、まあね、恐怖状態にすることによって、それを引き金に、まあ、なんていうかな、ダメージを出すとか、まあそういう場合には使えるかな、というところがあるので、まあ6セット効果発動させるかはちょっと微妙なところはありますけども、4セット効果まではかなりね、よく、使う、ビルドにはなりますので、まあダッシュスキル組み込んでる方、まあ特になんだろうな、ダンジョン集会とかやると、ダッシュスキルはどうしても1個は、必須で入れてるっていうケースが多いかなと思いますので、グルームガイドの褒美セット、ぜひね、使ってみてほしいなと思います。で、まあ、こちらのね、セットの、入手方法なんですけども、まずですね、こちらの方、見ていくとですね、手袋の方、が、おしゃべりの、度胸と
というやつなんですけど、こちらね、反響の洞窟の、ヘルニー以上の難易度で入手できるという形になってます。で、次に、未だ見るものの、瞬足ですね。こちらは沈黙の修道院の、ヘル1以上で、入手可能という形になってます。で、次、腰帯の方ですね、チャサトゥースの方が、クモンのね、縦鋼のヘル1で、入手可能という形になってます。で、次に、つまりし洞窟ですね、鉛の神殿の、ヘル2以上で出現するという形ですね。で、指輪の1枠目が恐怖の、ひとときかな、キクラスラビットのヘル4以上と、あとね、トリストラムの大先導の、ヘル4以上で、入手できるという感じですね。まあ、2つあるので、まあ、トリストラムの大聖堂は、最近ね、追加されたダンジョンなので、こちらの方で取ってもらうという形ですね。で、あと、ねじれの影、こちらはキクラスラピットのヘル4と、以上という感じなので、まあ、キクラスラピット回すとね、こちらのグルームガルガイドの、指輪枠、両方揃うような形になるので、まあ、そこら辺を回してあげるのがいいかなと思います。で、ブレスレットはね、両方とも鍛冶屋で作成できるのと、あとランダムでたまに、落ちてくるという形ですね。はい。ということでね、まあ、セットに関しては、まあ、鍛冶屋でね、栄光の残滓を使うことによって、まあ、確定でね、作成もできますので、まあ、ダッシュスキル使って、その後の3秒間ダメージが上がるという効果を出したい場合なんかは、グルームガイド、ビルドの組み込んでもらってほしいなと思います。まあ結構そうですね、モンクもそうですし、まあバーバリアンとか、あと、ブラッドナイトとかでもね、ダッシュした後に攻撃当てるっていうような、ビルドを、組みやすいかなと思いますので、ぜひ、ダッシュスキルで火力が上がる、グルームガイドセット、使ってみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。このチャンネルではね、ディアブロイモータルの、攻略解説動画など投稿してますので、もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしてます。哲学とでした。